お疲れちゃんすらです。今日はですね、負け作19日目やっていきます。というわけで、お久しぶりです、負け作。このね、アリーナ上がらない地獄から復活です。もうあと200で、レベル36になってね、アリーナも上がるようになるので、トロフィーがねちゃんと30もらえる世界に戻ってこれるといったところで、もう大復活ですね。ちょっと時間だいぶ空いたんですけど、めちゃんこグラチャレとかね、まあグラチャレか、主に回しまくって、はい、たどり着きました。負け作ができる幸せ。さあ、これでレベルアップ36、よし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 、やっとです。いや、長かった、ほんまに長かった、長すぎた。お待たせいたしました、久々で復活です。4000から、いや、これで一発つもうにゃーっつって負けたら、マジで、マジでね、どうしよう、どうしようって感じなんですけど、まあ、一旦6500まではね、はい、いけますんで、ちょっと負けずに、なんとか記録を伸ばそうかなと言ったところで、まあ、このなんか仕組みが変わっちゃったことによってね、もうグラチュラもしまくったんで、だいぶカードレベルも、はい、上がりました。なんで、もしかすると、まあほんと7000とかまでいけるとデッキが変え、デッキを変えるパターンもあるんですけど、まあ今は、こっちですね。はい。このメガナイトバレルウォールブレイカーずっとやってきたんで、まあこれでいいかなっていう感じですね。まあアーチャーとフェニックス、あの前の環境最強だった。今ちょっと弱くなっちゃったんですけど、まあ他にレベル高いのもないので、結局ね。さあ、まあこれで引き続きやっていこうかなと。いやー、ちょっと緊張しますね。久々に負けすぎだ。ちょっとコメント欄でもね、負け作まだっつっていっぱいあったんでね、ちょっとできるのが幸せだ。さあ、この辺もちょっと上げて、経験値あと約4万ぐらい貯めなきゃいけない、非常に遠いんですけども、さあやっていこうと思います。負けた瞬間この企画終わりです。いきましょう。現在6004で、ベストが6150です。はい。で、多分こっからは相手も爆高だと思います。ちなみに俺、メガナイトとオールブレイカーだけ完走してないから、アスケートも12です。はい、まあまあそんなことだろうと思ってましたよ。アーチャーの衝撃がね遅くなったんで、そこだけ嫌ですね。アーチャー頑張れ。いや、アーチャーちょっと遅えな。まあまあまあ、タワーレベ13、イニレベもまあまあぼちぼちって感じか。いや、打っちゃうぞ。オールブレイカーで受けたい。いやー、1体だけで受けれんの幸せか。そう、相手のレベルでもそんなだね。うんうん、近い。てか、もしかしたら俺の方が高いかもしれない。まあでもタワーレベルの差が痛いかもね。さあ、無限アーチャー。いやー、アーチャーなー、最強だった時にこのデッキ組んでるからなー。うわ、ちょっと待って、こんな大きいゴーレムちょっときついんですよ。え、でもバレる、バレる感想、バケモンや。強すぎだろ。声踏みたいっすね。で、ボムゴレが内側なんで、ここで釣れるよと。外だと1個ね、内側に持ってこないと釣れないんだよね。いや、ゴレ14が多分、タワレブ12だとね、溶かすのがちょっと大変なんで、スケも、はい、一緒に出してあげなきゃ。そうそうそう、アーチャー足して、いや、これだけで熱いんじゃない？ガゴムレ？ゴルナイ。さあ、もう次のね、タワーまでね、視野に入れてね。はい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 。オッケーオッケーオッケー。よし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 。まあね。まあまあまあ。いや、復活して初戦で敗れたら、俺のカード集め何だったんでなるんで、マジ。いや、あと守るだけだからな。まあ、フェニックスは、下方されたといえど、まあ、全然まだ強いから、ぶっちゃけ許せる。けど、アーチャーな、なんか、思ってるよりも弱くなってる気がするな。そうなんで、そこが嫌ですね。アーチャーだけ。ああ、ライトまであったんだ。ちょっとやばい。さあ、でも、溶かして、まあ、こうやって踏めばいいんだよ。踏みつつ矢放って、全処理。いや、完璧。おい、クローンも来るけど、美味しすぎ。
よしよしよし、今このデッキどうだろうな。前までがめっちゃ強かったんですけど、やや顔をされたんで、逆にこっからどうするかなんだよね。デッキをね、変える要素が何を入れればいいんだ。ヤナメももしかしたらいらないかもしれないけど、いや32でかさあ、久々に宝箱を手に入れた。なんか変える要素あんのかなって感じっすよね。アーチャーをまあマスケとかアチャ食いとかにしちゃう。いやーでもアーチャーもね、まあ、なんだかんでいいんすよね。前が強かったから悲しいけどさ、タレベは13。ペッカのプロフィールしてましたね。ペッカはね、ちょっと嫌ですね、俺は。ああ、いいエレキ。そんな素晴らしいエレキをできるんだね。ここ、スケだけ完封したいな。ちょっと早かったな。もう一個下だったかな。いて。さあ、アーチャーの強みは、ゴーストとかユーノをね、受けれることです。しかもレベル14なんで、ちょっと強い。まあ、シャアなしで、なかったの、ギガ。いやー、ペッカね。いやー、ちょっと、ちょっとやだな。俺ね、前回の負け作、ペッカに負けたんですよ。ペッカ工場に。そう、だから、ちょっとトラウマなんですよね。メガハイト使ってペッカに負けたんで、このフェニックスやったかな。よし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 、いやーでもやだな、なんか怪しい。決していい展開ではないっていう。いやーいいっすけ。まあでもバレルが刺さるのは間違いなし。これがお願い、ウッドとか来なければね。ザップですよね、いいね。問題はマジアチャなのかどうかとかも大事になってくる。早めに芝居てあげて。いやー許容でもよかったかな。なんか守りすぎちゃうよね。あー、タワーが12だからか。タワーが12だからちょっと足りねえのか。なるほどね。一発食ってしばく。でここで急に攻める。急に攻めると反応できないだろ。いやーめっちゃいい反応してる。なんでやねん。いやでもこれは終わらせる。この戦争行ってこいお前ら、なんもないだろ。きついぞ。いやーユーノやれる、でかい、でかいぞこれ。でも端前ペカ来たらちょっと危ねえな、冷静に。そうっすよね。これでなんかね、踏むのミスって負けるみたいなのが一番嫌なんで。危ない危ない、マジアチの角度も怖い。マジアチの角度、いやそれはでもよいしょ。おっ、おい、さあレベル14が強くて、あとはもうつけるだけ。鳥がね、鳥が強いんだ。よしよし、いやーまあ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 、いや多分ペッカにはね、全然めちゃくちゃ相性が悪いわけではないんですよね。そう、ちょっと苦手意識があるだけ。うわー幸せだ。そう、宝箱2つ、トリヒも6068。いやワールドカードもねだいぶ溜まってるんですよね。その辺を一気に使ってもいいんだけど、何に使うって話なんですよね。6100でチャンピオンも手に入るね。よし頼む、控えめで。多分タワレムね、プラス2と当たんないんでしょうね。こんだけ13しか来ないってことは。かつタワレム12がいない。あー高っ。ちなみにこのデッキはクロスとホグ、高回転ウッド系は苦手なんで、ナイトとかアーチャーとか見えるとえぇ、って感じですね。焦りますね。さあまあさすがに踏んでいいやろ。メガナイト13ならちょっと痛いかな。ああ。
ネクロで受けれんのかそれ。あーこれやばいな、なんか普通にやばくね。うわー痛い痛い痛い、言うの許容でよかったかもしれん。待ってよ変なのに負けるぞマスケマスケネクロナイトつけてこい。それならまあ13だとね、2発2発か2発で許せ許せサスケ。いやー俺これね右攻めたいんすよね。おタワー竹取ってる、これ熱っ。いやーバルキリーうますぎ。なんで定位置じゃなかった俺は。これやばいね。マスケネクロね。おいしい。呪文がないんだよね。いやーでかすぎる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 。逃げろ逃げろ逃げろ逃げてくれ。あーこれは許容できる。いやー来るんかい。いやネクロ意外とさ危ないっすね。危ねー。いやーなんかマジで怖かったなんか謎デッキだけど、謎デッキの方がねやっぱ危ないな。よしなんとか耐えるいやだからフルカンなんすよね今の相手。フルカン羨ましいな。スケスケのレベルワンチャン上げれる。いや2000枚あと1000枚でしょ。でウォールブレーカーはえ114枚まで、あ100枚で上げれるぞ。でメガナイトはいやーちょっと遠いねって感じか。ちょっとワンチャン全部完走もある。よしよしよし順調すぎる。行こう。あとマジ2勝で最多タイてか、なんなら最多をミリ更新できる。あと2勝です。やめろやめろやめろ本当に本当に。なんかゴレがやだ、ゴレやです。ゴレも14解けない。トルネもやめろ。あ26、いやマジ26系はね俺の攻めが通んないんで、いかに攻めを通せるかっていうね。あでも相手も泣いてる。おプリンだ珍しい。打っとくか。あっちゃ頑張れ、あっちゃ頑張れ。うん痛すぎ。うわーこのバレルいらんかったー。まあホグか。よし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 。でプリンだったんでこの下がきついだろ。いいよいいよ。いやー気持ちいい2発。これがきついんだよな。マジフェニックスの下のウォールブレーカーがぬるっていけるんでね。バルキリープリンホグか。まあでもホグボムで毎回守れてたら大丈夫な気もしてる。さあ一旦対応してもらいながら、さあメガナイト同じっすね俺と。
メガナイトだけ。これおしゃんに防衛しちゃおうかな。ここに来ておしゃれ防衛をしていく。あん、なんかたまにこのウォールブレイカー2体残るんですよね。まあ、ネイクロいるんでぶっちゃけあの端前がないといかないっすね。溜まっちゃうんだよ。よしよし、山内でもなんかファイボとかないんで、この後ろからなんかゆっくり系のユニットがやったですね。しばいてあげて、いやボムがめっちゃいいなこれ。大砲とかだったらまた話違うんでね。ボムだから成り立ってる。やだ、バレるカンストがやっぱ化け物だな。カンスト投げときゃアンティダメージ入る。やなむけんないっすね。うん、なんかすごい、やなむけんないだよな。 OK、 あと一勝、あと一勝で負け作サイトです。まあ今回はまたちょっとね、今までと違うんで、ユニレベルも高いんでね、明らかに更新して当たり前やる感もあるけど、それでも嬉しい。いやー、スケキンか。まあぶっちゃけな、ぶっちゃけどれも使う予定がないんだよな。チャンピオン使えるなら使いたいんですけど、今のデッキにはねやっぱいらないってなっちゃうっすよね。デッキ的に強いて使うならやっぱアチャクイになるんですけどね、アチャクイはもう全然育ってないんでね。よし行こう。ここ勝てばもう最多更新戦、前回6150がピッタなんで、一旦宝箱開けとくか。この鍵全然使わないっすね、ぶっちゃけ。開けれるだけ開けとこう。8時間お得だ。よし、ちなみにクララワパスもダイヤモンド買って、あの全部もう報酬受け取って、そんでレベル上がったんで、もしかしたらまだ来シーズン、再来シーズンまでね、行く可能性もあるし、まあ次も負けてね、終わるパターンもある。さあこれで勝てば、マクサクサイトです。クッディン、マジ初手バレルで1500削ってくれ。ザップ、いやいい。今のとこいいよ。あー、チャセパー、チャザップね。俺の知ってるデッキではやっぱないよね。あー、マイティーか。ちょっと嫌だな。焦んの、ザップね。全然ザップ、ザマかわいいね。よし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 。いやボーラージュン勝て、あんたザップなんでね。これ結構いいぞ。でもあえて回転早いっすね。いやー、オルメが一発入って、これ起き上がれ、振り上がれ、うっ。いやー、でかっ。しかもこれ大砲おいしいな。わあ、気持ちいい、今の。さあ、ボーラー、なんだろうね、スケラとかの可能性もあるし、ホグの可能性もあるし、みたいな。ミニペで攻めんのか、それか。いや、もう幸せだ、このダメージ入るだけで。天国。さあ、一旦、落ち着きの嫌な雨でね。ボーラーカンストか。まあ、フェニックスで食えばいいだけだもんね。さあ、こういうのも、しっかり攻めて、もしエレジャイとかでね、一本折られたとしても大丈夫ですよと。しかも、アーチャー使ったんで、フェニックス無双を。あー、それおんのか。これでも起き上がれるよね。さあ、無敵。ウォールブレイカー？アーチャー？これなんなんやろな、相手ですね。いや、これでさ、負けるパターンあるかな、俺。ちょっとありそう。まあ薄いよね。薄いよね、負けるなんて。
いや余裕あるな、でもまだ気持ち的に。なんかやっぱ格上だとしてもタワーレベルが1個上なのと、まあ、フルカンって言っても俺もまあフルカンに近いから。よっしゃ来た、負け作歴代1位の記録です、俺の知ってる範囲で。6156更新しました。負け作ベストです。6ですけど、たかが6でも6です、でかいです。はい、さあというわけで今日はねちょっと余裕があったんじゃないかなと思います。また次回ね、こっからさらにね上目指して頑張っていきます。ちゃんと声がもねお願いします。ではお疲れちゃんでした。まだねー。